はい、こんにちは、カズボーです。ファイナルファンタジー60エディション続きやっていきたいと思います。前回ね、この競売場でね、コヨコヨとかゴーレムとか買ったり、あと眠れる騎士倒す攻略法をね、見つけるまでやってましたね。さあね、2つ手に入れたらこれ条件なんかな、あのフェザーブーツとか買いに来てたんですよ。さあね、これはびっくり、まるで本物そっくりのおしゃべりチョコボだ。買えないでしょうけどね、多分ね。千ギルから参りましょうか。これ多分横の人あり言うんじゃない。そういえばそのイベントねえなと思って、5000ギル。これ後になったらまた買えたりする。パパ、あれをやっぱそうだね。あれ欲しいよ、買って。おいおい、少しは我慢しなさい。だって欲しいんだもん、買って買って買って。ねえ、パパ買ってよ。さあ、いらっしゃいませんか。1万ギルでか。まあ、買えない。さあ、他には50万ギル。50万ギルと思ったら、え、なんだ、財布忘れ、マジで。パパのバカ、え、買えんのこれ。いや、マジマジか。買えた。え、マジで財布忘れてる。え、買えちゃった。え、まあ、6万ぐらい貯めてさ、来たんだけど、あの、フェザーブーツと月のカーテン買おうと思って、多分手に入るでしょうけどね。ここ限定物だったら嫌だからね。ちょっとそこはわからないんで、かなりやったんですけど。ここでうろうろしてればお金貯まりますね。レベルも上がっちゃうけど、獣ヶ原眠れる獅子出てくるようになっちゃったからね、上げづらくなっちゃってさ、お金も。まあ行ってない場所行きたいもんね。まあなんかね、あ、これも変えたりして。買えんのこれ。あれ欲しいよ、買って。おいおい、少しは我慢しなさい。だって欲しいんだもん、買って買って買ってね。パパ買ってよ。5万ギル。100万ギルだ。100万ギル ?100 万ギルだ。100万ギル。ああ、ダメだ。これは買えないんだ。ママには内緒だからね。いや、それはいいんだけど、なんだあれ。え、なんか変、変わったよ、あれ。何あれ。わいわい。え、なんか、なんだあれ。え、なんか、なんか、え、なんだあれ。すいません。え、なんだあれ。すいません、なんかおかしかったぞ、今。え、何あれ。あれ、フェザーブーツとか手に入らなくなっちゃった、もしかして。はい、フェザーブーツと月のカーテン買ったんだけど、あとはね、あといけないって言ったらここで。あれ、どうなんだろうな。ここってここはあの競売場でしょ。ってことは手に入るってことだよね。カーバンクにファントム、もう一個あんのか、もしかしてどっかに。はい、サマサムラふん。見かけない顔だな。口を聞いてくれません。あっち行け。これはマジックアップだな。お主は誰ぞい。
宿屋の味はよそ者が嫌いでね、よそ者には結構ふっかけるらしいよ。見かけない顔だな。清水とか。おお、ちょっとどいてくれよ。お前らよそ者だな。払わない。1500。まあこんな場所があるんだけど行こうか。待て、ここの敵ガウ入れてるよ。デバウがアンク。ああ、またちょっと違うね。まあ後でね、今やっとけば後で戦わなくてもいいしね。眠れる獅子も出てきたし、あれ限定もんなんですよね、眠れる獅子って。お、キマイが、え、マジか。会ってない敵ね、やっぱり会いたいからね、こっちもね。セックスなんか決まればいたっけな。ゴールドアーマーだ。カイエン上がったね。あれだね、魔導研究所に落っこってたやつだ。はい、じゃあ先行っちゃおうか。ここね、おかしいな。帝国の見張りがいない。とにかく行きましょう。まあ、多分無理だよね。ここ後で開けれるんだよね。まあとりあえずは、まあ、あの魔石がどこにあるかわかんないけど、ビスマルクとか多分どっかあると思うんだけどな。なんか様子おかしいの人いるな。リッチ、ポーカー、アンタレスだと思うんですけど、この組み合わせはいつもだったらね。なんで覚えてるかって、獣ヶ原で出てこなくて、あ、エーテル盗めるのはいいな。3000ゴールド、あ、ギルか、3000ギルだからね、あれね。ミラージュダイブ、あー、ささだでんだ、たまに。さて、これ即死だよね、ロマサガだよね。
セラッシャー、あ、の方がいいのかな。アサシンだが、いやでもアンデといたな。あ、待て、あいつ吸い取るのまずいね。多分ね、フレームタンの方がいいっしょ。備前おさぐね。菊池文字、あ、やっぱ盗んで正解だ。風切りの刃じゃなかったっけあれ。ポーカー、ピスコリーム。普通に魔導の力持てて笑えるよね。これもガウが覚えてるからね、一回会ってるからね。まあ、眠れる死して邪魔なのがいいから、ちょっとなるべくガウ連れていきたい。フレームタンじゃダメなの？どこ？あ、いた。あ、ドラゴンゾンビ、めんどいな。ミラビつけて感じだし、肝炎治すの万能薬しかないよなこれ。どれ、え、嘘マジか。あ、オッケー。あれは FF4 だね。ドラキレリー一回戦闘不能なれば目薬状態だからね、消えるからね。エーテルレアか。
エーテルドライ一回出たいけどな。毒ガエル、これ下手したら全滅するよね。マスターしてた、いつまでか。解毒薬って効き薬こいつもやだな。そうか、エスナで直せんのか。そうだ、目薬エスナの存在忘れてたよ。エスナもそうだし、あ、違うこれボタン押さなくちゃないのか。あ、やっぱあいつ聖水で倒した方がいいな。あ、火効かないのか。あ、でもそんなでもないね。アンデッドイコール火の感じするけどね。アンデッドでもないのか。これであっち行けるようになったね。ね、物音がした。
アミレット。忍者。ちっちくしょう。ん？大階段の下の広場に埋まってる宝を全部独り占めしてやろうと思ってたと思う。大階段の下。またかよ。もうボタン押しっぱでも勝てんだけどさ。めんどくさいじゃん、エクトプラズムネットだの。これあれ、あ、やっぱり、あ、これ多分セーブ場所あった、あった、やっぱり、あ、よかった。無駄に聖水使わなくて済んだ。なんかそんなような気した。で、あれ忍者エンドレスじゃなかったっけな、確か。テント、あ、ただテントだね。あと大広間の階段の下、大階段の下の宝。あ、マジか。あ、お前たち、またあんたか。ゾゾでは不覚を取ったが何度もうまくいくと思うね。俺の武者修行の相手をしてもらうぜ。そろそろ源氏取れない。マジか。こいつなんかかなり強いんだよ。閉めなかった。ルトラ行くか。早いな。どうするか。やべえな、強えな。早くね。
引いたな、すごい。反撃くんの絶対あれ。ボーナスあると楽になるね、本当にね、このゲームって。ない、ない、ない。あっ！エンできた。そこの階段の下で、変な亀に襲われちまってな。捨てられてたのに。まだ、ギルガメとかいんのか。わおマジかい。あー、あいつはまずいぞ。トランスファイラーとかの方がいいんだけどな、まだ使わなくてもいいような気がするな。なんか亀に襲われたって、なんだ亀いんの。本来の FF ってこのくらいの強さなんだろうな。倒したの。ラウやばいな。
あれ、もしかして目薬状態に、目薬じゃねえよ、目つぶし状態になってる？ガウがすげえ外れんだけど。あー、やっぱり。メガネかけてねえから分かんなかった。もう倒せんでしょうけどね。ん？よく見たら外で倒れてた。ジョーちゃんかい？ええ、そうだけど。ありゃ。お前さん方仲間だったのか。変なじいさんに頼まれて、あのビルでジョーちゃんの護衛をやってたってわけだぜ。ラムーか。ファファファ、悪かった。それじゃあおさらばするぜ。どうぞ。ありがとう。ギルガメッシュ、逃げるなら説明してからにしろ。元気度で絶対一緒にいるからね。 FF10 とかだと犬みたいな感じ。他でもいたけどね。あ、犬じゃないや、それは違うわ、用心棒だね。エンキドって名前でね、なんかいろいろ、まあ犬か、12か。それでね、出てきたりとかしてたけどね。まあいや、今回断ろう。まさかのギルガメッシュとエンキドがいたね。はい。大階段の下に亀いるって言ったよね。なんか怖いんで次回やろう。よしければ、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォロー流してあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。